はい、皆さん、こんばんは。こんばんは。定刻となりましたので、ただいまよりつながる山口テーブル、体験プログラム事前説明会を開催させていただきたいと思います。よろしくお願いします。今日ちょっと司会をさせていただくのは、事務局してます、フラスコの尾崎かなえと言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。このイベントなんですけど、すでにご存知でいただいている方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、つながる山口テーブルということで、一つのテーブルで、について山口市盛り上げていこうというものなんですけれども、山口市ではですね、昨年度から都市と山口をつなぐ関わりしろプロジェクト、こちらの山口、つながる山口テーブルというのをですね、スタートさせておりまして、昨年度は市内の南部地域を中心に2泊3日のですね、体験プログラムを実施させていただきました。埼玉でしたり、神戸、そして福岡からですね、6名の方にご参加いただきまして、地域の人、物、ことに触れていただきながら、地域の魅力でしたり、お困りごとというのを体感していただきまして、自分たちが今後どのように地域に関わっていけるかというですね、ワークショップもさせていただきました。で、5年度はですね、安島地区という北の方にあるんですけれども、そちらと徳地というですね、2地域で体験プログラムの実施を予定しております。本会場にはですね、それぞれの地域で体験プログラムを、企画実施してくださる、関係人口のですね、関係案内人と我々呼んでいるんですけれども、関係案内人の方に今日はお越しいただいておりまして、プログラムの概要について、この度ご説明をさせていただきます。会場にてですね、ご参加の皆様はですね、説明会の後に交流会も、設けておりますので、ぜひ最後までお楽しみいただけたらと思っております。はい。また、今日のイベントなんですけれども、SNS などで、公開をさせていただきたいと思っておりますので、お写真とかですね、記録撮影撮らせていただきますので、はい、ご了承いただけたらと思います。はい。では、早速ですけれども、今日お招きしておりますゲストの皆さんにご説明を早速、もう来てしまいましたね。はい。いただきたいと思っております。まずはですね、阿東地域の微笑みの里、トイトイの高田さんにお話しいただきたいと思います。あとですね、オンラインで今日も見ていただいている皆さんは、メッセージとかでですね、ぜひ、チャットで、ご記入いただきまして、ご質問とかご感想とかいただけたら嬉しいです。はい、じゃあ改めまして、高田さん。今日は、こちらに来ていただいてありがとうございます。会場の皆様、高田さんに大きな拍手をお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さん、こんばんは。山口県と島根県の県境にある阿東という地域からやってまいりました。NPO 法人微笑みの里トイトイというところの高田と申します。私たちは、ここにあるように、子どもたちすごく減ってるんですけど、子どもたちに、やっぱりその地域の良さとか、ね、誇り、それから皆さんが、地域の皆さんが大切にしてきたものを、なんとか次の世代へつなぎたいということで、人口が減ってる地域ですけども、地域に誇りを持って、みんなが笑顔で暮らせるようにということを、目標にですね、活動しています。今日は、少しの時間ですけども、今回、この後地域で、行われる体験プログラムについて少し説明をさせていただきたいと思います。もう簡単に自己紹介しますが、この NPO 法人微笑みの里トイトイというのがですね、ちょうど約10年前に、地域に唯一あったスーパーが閉店をしたということを機に、地域の皆さんが買い物ができないとかいう課題が顕在化して、そこを地域拠点として生まれ変わらせてですね、地域の皆さんの不安とか課題を一ところに集めるような仕組みを作りました。で、課題があるということはニーズがあるので、で、よくある地域づくりっていうのはボランタリーにやっていくんですけど、ボランティアでは、で、なかなか続くことができないので、課題、ニーズがあるということは、それを事業として、うまく展開していきながら、自分たちで稼いで、で、稼いだお金を使って、また次の課題に再投資するということを、この10年間ですね、少しずつやっていきながら、今、現在に至るということで、とにかく地域の皆さんと一緒に、私たち、阿東という地域が、将来にわたって、安心して暮らし続けるような、出るような地域にしたいということで、活動をしています。で、この阿東地域っていうのが、もう本当に雪が降るようなところです。でも、日本昔話に出てくるような里山で、お米も美味しくてですね、
私たちの NPO のトイトイというのがよくなんでトイトイなんだって言われるんですけど、あそこに笑う馬があって、これを年末年始に子どもたちが、その年取れたもち米の藁を使ってあの馬を作ります。で、1月14日の夕方、各ご家庭を回って、あれを玄関先に置いて、トイトイと言って、元気よく掛け声をかけながらですね、お菓子をもらって帰るみたいな行事が、ずっと昔から形を変えずに守り続けられてきたということで、そういう伝統行事があるので、私たちの地域拠点もその名前を使おうということで、皆さんと相談してそういうふうになってます。で、旧阿東町、合併する前の阿東町、阿東地域なんですけど、人口は約5000人、程度です。で、高齢化率が、まあ、57% でありますけど、もうすでに今 59% ぐらいになってます。65歳以上の方が半数以上占めている。で、しかも大半が後期高齢者と言われる75歳以上。なので、想像していただいたらと思うんですけど、高齢者の一人暮らしが多くて、免許を返納されたりすると、広い土地にポツンポツンと高齢者が暮らしてて、買い物もできない、暮らせないじゃないかというような地域です。そこで、私たちはこういう住み慣れた地域で暮らし続けることのできるコミュニティ作りということで、まあ、移動販売車を走らせたりですね、地域の高齢者の皆さんがどうすれば移動ができるのかっていうのを、考えたり、また元気に年を取ってもらうということで介護予防に取り組んだりとか、でミニスーパーやったり、でその元気なお年寄りの活躍の場ということで惣菜加工場を作って、元気なおばちゃんたちが作ったおかずを移動販売車に乗せて、高齢者の皆さんにお届けするというようなこともしながら、で、やっぱり一番大切なその次世代の彼らにこのふるさとをつなぐという活動も少しずつしながら、こういうことをいろいろ組み合わせながら、まあ、なかなか利益が出るというのは難しいんですけど、利益の出るところと利益は出ないけど優先的な課題というのをうまく組み合わせて、いろんなことを複合的にやっていっています。そういう地域で今回、皆さんにちょっといろんな体験をしていただいたらなと思ってます。で、我々の阿東地域の課題というのは、もう本当にこの日本という国の山間部が抱える課題がほとんど、そこに集積されたような、人口減少によって、人口が減るということはマーケットがちっちゃくなるので、お店がなくなったり病院がなくなったり、バスが走らなくなったりということが自動的に起こっていきます。そういう生活環境が低下していきます。で、高齢化によってそれまでできてた地域の地域行事ができなくなったり、農業が担い手がいなくなったりという担い手不足があります。で、免許返納ということを、免許を返した途端に生活がもう難しくなるというような方が今増えてきている。で、後継者がいない農地が休耕農地として今荒れていったりですね。で、空き家が増えて、この空き家をどうやって地域の資源として活用するのかっていうこともある。こういうことが、もうほとんどこれ、日本の中山間地域の共通する課題です。こういうことに立ち向かいながら、まあ地域の皆さんと一緒に、今地域で、地域の中に笑顔を少しずつ増やしていこうという取り組みをしています。で、我々の地域で、今回、まあぜひですね、まあ皆さんに、体験していただきたいなというのは、やっぱり一つは、まあ、農業ですね、農ある暮らし、まあ、農業に関わるような体験をしていただきたい。で、これも、まあ、リンゴ狩りというのは、これもちょっと観光的な要素もあるんですけど、まあ、野菜収穫体験をしたり、まあ、できれば、草刈りって今すごい課題でですね、もう高齢者が。で、それも今ちょっとある大手企業とも、いろいろタイアップしながら、リモコンの、電気の電動の草刈り機とかを実証しています。これも結構スタックしちゃうと手がいるので、その辺どうすればスタックできないかとか、で、できれば将来的に GPS 使って暑い真夏とかもそこに出なくても走るような、で、これ今実は地元の中学生とかに操作をやってもらう。で、今までは草刈りってまあこういうやつですね、危ないので、とてもじゃない中高生とかにやらせれなかったんだけど、リモコンだと全然危なくないんですよ。で、むしろ中学生とかが上手だったりするので、中学校とかに持ってって、ちょっと校長先生とかがやってるところをやると、中学生も面白がって、もう部活の時間中やってたりとか。で、こういう新たなデジタルの技術を使うことによって、
それまで担い手としてならなかった世代が担い手になるようなことも含めながら、なんとか地域を守っていこうということもやってます。で、そういうこともちょっと体験していただきながらですね、また、地域の外の方が地域に入って体験することによって新たな気づきが私たちも得られるかなと思うので、ぜひそういうこともやっていただきたい。で、もう一つは地域の拠点、まあ、我々の NPO でやってる仕事を体験していただきたいな。特に移動販売、まあ、最近結構テレビとかでもいろいろいろな地域でやってますけど、うちの移動販売は物を売りに行くんじゃなくて皆さんに会いに行くというコンセプトで徹底したコミュニケーションを大事にしてやってます。そうすることによっておばあちゃんおじいちゃんたちが本当に週に、まあ、多い方で週に2回行くんですけど、そのたった5分10分を楽しみに日々の生活を送られて、その時に来たうちのスタッフとの会話を楽しんだり、またそこでうちのスタッフとつながることで地域とつながる、地域社会とつながっているという実感を持ってもらう。で、これですね、実は結構大手企業の研修とかでもうちの移動販売に乗られた社員もおられるんですけど、ほとんどの皆さんが人生観が変わったと。で、僕らも地域の高齢者の皆さんからずっと学ばせてもらってるんですけど、本当にですね、一生懸命自分の暮らしを生きている方たちがたくさんおられます。で、僕らから見ると一人暮らしのおばあちゃんで80とかなるとゴミ出し一つ大変だろうなって思うので、おばあちゃん大変でしょって言うけど、でもその方にとってはもうそこで暮らしていくという覚悟を持たれているので、いや私はこれこうやって暮らしてきたから、これからもこうやって暮らしていくんだから別に大変じゃないよって言われるわけですよ、笑って。でもできればそういう方たちにまた新しい楽しみを僕たちは与えてあげたいし、また一緒にですね、笑顔になってほしいということを我々のスタッフは一緒にやってます。で、こういうことをぜひですね、体験していただくことでですね、地方がいいとか都市部がいいとかじゃなくて、日本という国の本当に、を支えてこられた今の高齢者の世代の皆さんが本当に地方で一生懸命生きている、その現場に触れていただく、その暮らしに触れていただくことが今この都市部でですね、いろんなことをされている皆さんの人生観の中に少しでも触れたり、心が少し動いたりっていう体験になるかなと。で、ぜひそういうことをしていただきたい。で、最後、地域を感じる体験というのは、いろんな自然豊かな秘湯地域なので、満天の星空とかすごくもう絶景の山から見れる風景とかあります。こういうことも見ていただきながら、少し気持ちをリフレッシュしていただきたい。で、何よりもですね、こう体験プログラムを書いてありますけど、実は一番おすすめというか僕が体験してほしいのは、秘湯の人たちに会ってもらいたい。本当にそこで、暮らしと仕事とまたその生き方とを本当に田舎って仕事は仕事、生活は生活にならないので、僕もそうですけど、どこまでが仕事でどこまでが地域のことやってるかよく分からなくなるところありますけど、そうやって、本当に楽しく生きている人たちが田舎にはいます。で、そういう、人たちもいるんだっていうことを知ってもらいたい。で、ぜひそういう人たちとつながっていただきながら、これからの皆さんの人生がもっと豊かになるといいなというふうに思っています。で、少し風景の写真を、出してます。まあ、雪が降ったりとか、まっすぐな農道があったりで、ちょうど今、間もなくですね、この8月の終わりぐらいから稲刈りが始まるので、稲穂がもうちょっと元気になって、台風来なきゃいいなって皆さん言われてるんですけど、8月の終わりから9月にかけて、稲刈りがあっておいしいお米が取れて、で、秋にはいろんな野菜、果物が収穫されて、ぜひ、今のところ体験プログラムで11月ぐらいの一番いい季節にというふうに考えてます。おいしいものもたくさんあります。ぜひですね、その体で、味で、空気でこう感じていただけたらいいなというふうに思ってます。で、こういうリンゴ狩り、西日本の、ね、一番こう最西端というか、観光リンゴ園があったり、で、あと和牛というおいしい牛が育ってったりとかですね、あれ、夕すげっていう夕方に咲く花だったりですね、で、今ちょうどああいうふうに稲がこが垂れてたりって、で、まあ、SL も実は今、JR 山口線 SL が走るんですけど、今ちょっと故障中で、残念ながら、でもなんか出越が治ったという情報があるので、もしかしたら11月ぐらいには走るかもしれません。で、僕らが活動している自福っていう駅は、10分程度、SL が停車をするので、写真撮ったり、いろいろちょっとできるところもあって、そこもおすすめのスポットです。で、これ実はですね、今年で30年目を迎える、これ天然のもみの木なんですよ。
山口市の後の市の施設の中に立っている27メーターぐらいの天然のもみの木、これに30年前に地元の僕らの先輩たちが、当時40ぐらいの方たちが、これをツリーにして子どもたちを喜ばせようって思いついてツリーにしたのがですね、今年でなんと30年、もう全く、行政のお金とかが入らずに地域の本当に皆さんの、努力で、これ全部うちのみんなボランティアの実行委員が飾るんです。高所作業車をレンタルして、で仕事上そういう名義を持ってる人たちもいて、で当時40ぐらいで初期のメンバーは今30年経ったのでもう70近くになっちゃってて、でもそこにその頃小学生でここに来てわーすごいなって言ってた連中が今30ぐらいになって実行委員になって加わってくれたりしてます。これがだいたい12月の頭に作業をして、年末クリスマスぐらいから年明けの成人の日までずっと点灯して、なんでかっていうと、まあ、お正月とかに帰ってきた若者とかですね、ふるさとに帰ってきた人で成人をした人たちにふるさとの誇りとして、で後の冬って何にもないんですよ、真っ暗なんですよね。だからこれたった2本の木にイルミネーションだけど、例えば東京とかのイルミネーションって周りも明るいので、こ暗闇の中に点灯式とかやってつけた瞬間おおってなる、すごく綺麗な真っ暗の中にで毎年素人が飾るので機械的にならない、やってみないと分からない、こんなこともコミュニティの力で30年続いてます。で僕は第5回の時から関わってるので、僕も25年目なんですけど、こういうのに本当に何の忖度もなしにそろそろやるよって言ったら集まってくれるメンバーが 4,50 人いて、でそれが20代から70近い人まで幅広く、そういう人たちがもうただ子どもたちの笑顔が見たい、それだけの思いでつながってやってるようなコミュニティのある地域です。ぜひ、遊びに来ていただけたらというふうに思います。で、私たちの拠点の仕事はこういう形で、まあ、子どもたちも、お手伝いしたりですね、いろんなことをしています。で最後になりますけど、この阿東地域は本当に豊かな自然とか、まあ、いろんな地域資源があります。だけど本当に一番の魅力は地域で暮らす人々だと、僕は自信を持って言えます。ぜひ、今回のプログラムで阿東の人に出会って、その人たちと、その出会った後もいろいろつながりながらですね、いろんな交流が生まれて、で、お互いのところで離れて住んでいながらも何か心がつながるような、そんなことになったらとても嬉しいなと思います。今日はこういう時間いただいてありがとうございました。ありがとうございました。中田さんありがとうございます。トイトイをすごい見ながら、なんか無印さんとかで売ってそうだなみたいな、なんか最近こういう結構伝統的な、ね、ものとか締め縄とかいろいろね、いろんな企業さんも注目してされてると思うんですけど、まあ、きっと昔からあるものなんですね。きっとなんかすごいあったかい気分になりました。ありがとうございます。はい、また後ほど高田さんにはですね、質問タイムを設けておりますので、皆さん質問をぜひ用意しておいていただけたらと思います。ありがとうございます。はい、それでは続きまして徳地地域から、山口コンベンション協会の徳地支部丸本さんと池田さんに、ご登場いただきたいと思います。拍手でお迎えください。でしたら続きまして、山口市の北東部の徳地からやってきました2人で、ちょっと徳地の紹介をさせていただければと思います。ちょっとちっちゃくって分かりづらいと思うんですけど、これ山口市すごく瀬戸内海から島根県の境まですごく縦に長くって広くって、1000平方キロメートル以上あるんですけれども、なのでこれ南の方は移りきってないんですけれども、そのこの広い山口市の中で今高田さんが説明をしていただいた跡っていうのがこの水色のところになります。なので北側の西側が跡地域で、その、隣というか、北側のうちの、東側が徳地ということになります。で、これは平成17年に山口市が1市5町、1市4町と、あとはちょっとその3年後に
また合併したんですけれども、合併する前は山口市の山口市じゃなくて、阿東町、阿武郡阿東町で、徳地は佐波郡徳地町っていうところでした。で、阿東は今、山口線の、なんだっけ、SL の話とかもあったと思うんですけれども、小郡から山口線っていう線路でずっとつながっているんですけれども、この徳地はなんとか線路がなくてですね、で真ん中に佐波川っていう大きい川が貫いていて、でバスの路線とかはその下にある防府市っていうところの方が実は山口市よりも多いんですね。なのでちょっとその後と徳地、隣の地域なんですけれども、結構特色とかにも違いがあります。で、そんな徳地の方から、私たちは来ました。で、最初に少し自己紹介をしたいと思います。で今日はね、山口観光コンベンション協会、ちょっと長いんですけど、その徳地支部の支部長をしてます池田と申します。で、副支部長が丸本でございます。今日は保護者のつもりでやってきましたので、なんか地元ならではの質問が出たら僕が対応するという役割分担をしていますので、よろしくお願いします。はい、そうなんです。はい、地元ならではって言われたのが、私は今年から福祉部長をしております丸本花代と申します。よろしくお願いいたします。そうなんです。地元ならではっていうふうに池田さんの方が今おっしゃってたのが、実は私は徳地からやってきましたって言ったんですけれども、徳地地域には住んでいなくてですね、山口市の中心部、県庁とか市役所が近いところに住んでます。で、20年間ほど山口市役所の職員として公務員として働いていたんですけれども、2年前に退職をしまして、で、その主にその後ぐらいから徳地に通い詰めています。で、今週、4、5回ぐらい、4日か5日ぐらいはもう徳地が大好きになって、徳地に通っているということです。で、本業の方はその退職した後に、個人事業主で、旅行業、地域限定旅行業っていう、いわゆる旅行会社ではあるんですけれども、どこか山口からどこかに行く旅行ではなくて、山口に来られた方に対して山口のいいところ、地元の人しか知らないようなところをご案内したりだとか、地域の人との交流をするような、そういう体験を提供する、旅行業を始めたところです。まだ2年目、始めて1年半ぐらいなんですけれども、そういうことをしてます。で、その徳地地域っていうのが、さっきあとも5000人ってぐらいって言われてたと思うんですけど、大体同じぐらいの人口で、今あとよりちょっと多いくらいですね。そういう中で観光っていうことをやってるんですけれども、そうです、なんていうか、こういわゆる昔からの観光っていうよりは、観光はあくまでも手段として、その向こうにあるのは地域づくりっていうふうに考えてやっています。で、今写真で、桜の左上に桜の森部と水津久美子さん、その隣に株式会社五木武石千恵さんってあるんですけれども、これはまた後でお話ししたいと思います。はい、で、最初に徳地地域のご紹介をちょっとさせていただきたいと思います。で、私が徳地に一番
惹かれ始めた理由っていうのが、その市役所に勤めていて、で、その最後の部署が文化財保護課っていう部署だったんですけれども、その文化財保護課に行くまでは、独自、同じ山口市の中でも独自地域にほとんど行ったことがなかったんですね。それが、文化財保護課に移動すると、その重要な文化財が独自地域にはいっぱいあるっていうことの理由で、仕事で頻繁に行くようになりました。それで、特事をして、こんな同じ市内のになのにこんないいところがあるんだっていうのを、その文化財保護課に行って、たくさん文化財があるっていうことを知って、初めて、なんていうか、その魅力に取り憑かれたっていうような形です。で、特に、この国の重要文化財が多いっていうのが、約もう830年前、鎌倉の初めの、鎌倉時代の初めの頃に、奈良の東大寺が、一旦焼けまして、それを再建するための木を、この山口県の徳地から、もう巨大な奈良の大仏さんを囲う建物なのですごく巨大な木が必要なんですけれども、それを切り出して川をこう川で水運で瀬戸内海まで運んでいって、でそこから関西の方まで、近畿の方まで、巨木を運んでいくっていう大事業があったんですけれども、その頃の結構史跡とか文化財が多く残ってるんですね。で、この右側の2つは石風呂って言いまして、石を鎌倉みたいな形で積ん で、その中でゴーッと木の枝を燃やして、その燃やし終わったや後に、その余熱で温まるっていう、まあ、古来のサウナみたいなものなんですけれども、そういうのがこう今も残っているっていう、場所です。で、本当、徳地に行くと、その地元の人も、この、まあ、大事業を指揮した人が長元上人っていうお坊さんなんですけれども、いまだになんかその長元さんっていうふうに親しみを込めて言っていて、なんか徳地に来たら800年前って最近だったかなみたいな、錯覚に陥るようなことが結構あるような場所で、私個人的にはこういう歴史とか、その歴史から生まれてる、引き継がれてる文化にすごく惹かれています。次が自然とともに生きる知恵っていうことで、この上の左、一番左と真ん中が和紙を作る、工程です。で、左は以前の体験プログラムで体験してくださった方の写真なんですけれども、和紙の材料である楮っていう植物があるんですけれども、それをの皮をなんていうか、こそげ取るような作業をしているところです。で、あと、下の、下なんですけれども、左下は、さっきの石風呂なんですけど、石風呂の底に、近くで取れるヨモギとか、石菖っていう薬草を引きます。で、下の真ん中は、こうちょっと見えないと思うんですけど、瓦結明とか、クワとか、毒ダミとか、なんだろう、書いて、柿の葉とか書いてあるんですけれども、その特地で取れる、野草や木の葉っぱを使って、それを焙煎してお茶を作っているんですけれども、その写真です。で、私、特地に行ってすごく感じるのが、今って、何か物を作ろうとしたときに、まずこう作りたいものがあって、その材料を、まあ、どこかから調達してくるっていうような考え方で今の製品ってできてるなって思うんですけど、特地に来たらそうじゃなくって、まず
まずそこに、なんていうか、材料、植物とか、そういうものがあって、そのあるものから、こう、何かを作っていくっていう、ちょっと、今の、まあ、大量生産みたいなことと逆の考え方なんだなっていうのが、すごく感じていて、でも、これからはそういう考え方がすごく大事になってくるんじゃないかなっていうふうにも思っていて、そこも特次に惹かれているところです。あとは、この左側は、ホタルです。ホタルの写真、これ実際に、これは去年なんですけれども、特殊で撮った写真。で、ホタルもすごいんですけれども、星もすごいです。で、同じ山口市内でも全然違っていて、私夜行くたびに本当に感動します。で、右側の写真は、棚田。石垣棚田で、ちょっとこれ石垣かどうかわからないんですけれども、すごい石垣で積んである棚田の風景なども、で、田んぼも本当に行くたびに、しょっちゅう行ってるんですけれども、行くたびになんか、ちょっと色が変わってきたな、今もだったらだんだん、ちょっと前まで真緑だったのに、黄緑色になってきたなとか、そういうのを、日々感じることができるのもとても好きなところです。で、あと個性豊かな山の幸っていうことで、この左側のなんかゴツゴツしたのは山の芋っていう、山芋の一種なんですけれども、ここの特殊の土地に合ってるみたいで、山芋よりとか長芋よりも濃くて粘り気がすごい食材があるんですけれども、それです。で、真ん中は木津ガニっていう、川ガニですね。上海ガニとかとほぼ同じようなものなんですけれども、これが今も川でよく取れます。で、このカニさんが調理された後の姿が右下になります。で、上海ガニと同じようなものなんですけど、それほど大きくないので、だいたいこうエキスを抽出して、またその、料理の過程もなかなか衝撃的なんですけれども、こういうカニ汁にして食べるのが一般的です。あと、右上はポンポラ飯って言って、竹筒で作るご飯ですね。はい。はい。で、今、特需のいいところ、いろいろ私の好きな特需をご紹介させていただいたんですけれども、次は今の現状、まあ、課題をお話ししたいと思います。で、特需地域、昭和50年、今から50年近く前、特需町の時代には、1万2000人近くいました。そして、平成25年、今から、10年前は6300人。そして、今一番最新の推計人口は、4703人ということで、その約50年前から半分以下になってます。で、ざっくり計算すると、ほぼこの昭和50年から平成25年も、平成25年から令和5年の間も、1年で160人弱ぐらい減り続けています。で、これをこのままの、勢いでいったら、もう20年後、30年後にはどうなるんだろうっていうふうに思っています。で、さっきの後もそうだったんですけど、今、高齢化率が約 55.5%。そして、今年度の終わりに、特殊地域、特殊町になる前に、さらに、5つの村が合併して特殊町になったんですけれども、その昔の村ごとに、小学校が、今は1つずつあるんですけれども、その5校の小学校のうちの2校が、今年度末で、来年の3月で、もう
児童がゼロになってしまうっていう理由で閉校になります。そしてあの今地域の中で分校が高校の分校が一つだけあるんですけれども、それが昨年度も募集を停止をしまして、今は2年生と3年生だけということで、今の2年生が卒業したら閉校ということになっていて、はい、この地域がなくなるっていうのは、なんていうか、その大げさな言い方ではなくて、本当にあり得ることだなっていうのを今実感をしています。はい、それで今回の体験プログラムの、内容にもなるんですけれども、こういう状況の中でも、今特殊地域の中で若い人たちがその地域の資源を使ったり、そういう地域の課題を、なんというか、活用をしていい方向に持っていきたいっていうことで、頑張っている若い方もいらっしゃいます。で、今回の体験プログラムは、そういう若い人たちの、熱意を持った若い人たちを応援したいということで、そうやって頑張っておられる若い人たちがどういう活動をしているかっていうのを特殊地域で体験をしていただいて、そして、その今やろうとしている事業をどうしたらもっと広げることができるか、そしてそのことによって特殊で生き続けて生活し続けてもらえるかっていうところを、考えて、プログラムを作りました。で、2つのプログラムを選んでいただくような形を想定しています。まず一つ目が最初の写真でもありました、桜の森人の水津久美子さんという小さいお子さん、すごい可愛いお子さんが今3人いらっしゃるんですけれども、で、旦那さんは造園業をされておられます。で、水津さんは特殊地域にも、桜の名所って言われるところがあるんですけれども、そこが天狗巣病ってご存知でしょうか。なんていうんですか、このカビ菌みたいなのに、ソメイヨシノが感染、罹患してしまうと、そこがこうもじゃもじゃっとしてしまって桜の花が咲かなくなるっていう病気があるんですけれども、それを治療をしてきれいな桜の景観を守りたいということで、ただその、天狗巣病にかかった桜っていうのはもうそのかかった部分を枝を切って剪定をして、落としていくっていう、そうです、今お配りした資料の一番最後にも詳しい説明があるんですけれども、その剪定をしていくっていうことが基本になります。それでただその剪定した後の枝っていうのは使っても安全ということで、そのいっぱい剪定、治療して出てきた枝を使って何か事業をすることによって、それを資金源としてさらにその取り組みを広げていきたいという思いを持っておられます。ただ今はそこまで、こう回していけるほどの活動ができていないので、それをしたいということで、考えておられます。で、この実際に、12月、こちらの特殊の方の体験プログラムは12月の1日から、3日までの2泊3日を想定しているんですけれども、ちょうど剪定に適した時期になりますので、実際にこの桜のを天狗巣病にかかった桜を切るというその剪定治療を体験していただけたらいいなと思っています。で、もう一つのプログラムが株式会社いつきの竹石千恵さんの取り組みです。で、彼女は大阪の出身なんですけれども、結婚を機に
独自に移住をしてこられました。で、本業の方は中国電力の下請けとかで電線とかにかかった木を伐採するっていうようなお仕事をされてるんですけれども、それと並行して放置竹林、これ結構日本全国どこでも同じような課題があるかと思うんですけれども、放置竹林の整備をして山を守りたいということで、竹は資源ということで、その、竹を活用した循環型の地域づくりをしたいということで、今いろんな取り組みをされておられます。で、最初にされたのが幼竹って呼ばれてるんですけど、竹の子よりも伸びた1メートルから2メートルぐらい のこの右下の写真なんですけれども、これを使ったメンマ作りということで、はい、今日この後の交流会でもちょっと試食していただけたらいただきたいなと思ってるんですけれども、そういうメンマ作り、あとは、無煙炭化器で、こういう竹を燃やして竹炭を作る、これ枯れた竹を使うんですけれども、それでバイオ炭を作る、バイオ炭を作るということで、そういうのもすでに商品化をされているんですけれども、それさらに広げていくようなアイデアを皆さんと一緒に考えていただけるといいなと思ってます。はい。で、実はこの2つの取り組みっていうのが今先ほどちょっと話をしました、3月、来年の3月で、閉校する豊富高校サバ分校というのが唯一の高校であるんですけれども、そこの地域探究の授業の中で、今の2年、3年生がティングス病で、今の2年生が放置竹林をテーマに取り組んでいるので、そのサバ分校の生徒の皆さんにも最初、取り組みについてお話をしていただければと思っています。はい。最後にこんな方をお待ちしていますということで、山や田舎が好きな人と地域資源を生かすことに興味がある人と、本当に私もう独自に通い始めて2年ですけれども、知っても知っても本当にもういろんなネタがあるなというくらい可能性の大きな場所だなと思っています。そして生活や人生を工夫して楽しむことが好きな人っていうのはとても本当にもういろんな可能性がある独自をに聞いて自分で楽しめる方かなと思いますので、そういう方は適していると思います。あとは世代を超えて多様な人たちと交流するのが好きな人ということで、私も特人に通うようになって感動していることの一つとしては、本当に幅広い20代から80代ぐらいの人が一緒にいろんな活動をしてるんですね。それはこちらの池田さんの力が大きいなと思っているんですけれども、でやっぱりちょっと移住とかを積極的にしている地域って、どっちかというとその移住者の多い年代とかで固まってしまうっていうこととかもあるかなと思うんですけれども、特地の場合はもう本当にいろんな年代の方が、まあそもそもそうじゃないと人がいないっていうこともあるんですけれども、いろんな人が関わ、いろんな年代の方が関わってるっていうのもすごく大きい特徴の人、一つかなと思っているので、そういうことに、が好きな人は適していると思うので来ていただけると嬉しいなと思っています。すみません、ちょっと喋り続けたんですけど、補足があったらお願いします。なんかね、今日はいつもと違って緊張していますのでね、僕は比較的緊張しないですけど、何も出番がないので今日はですね、こんな感じで待ってますって言っても書いてますけれど、とにかく思いのある方はぜひ特次に来ていただいて、今年6月に来ていただいたお客様、ワーケーションに参加していただいた方はですね、3日間泊まって、3日間とも
ホタルがめちゃめちゃ多い日だったんです。今年めちゃめちゃ多かって、で、3カ所のうち、2カ所は僕は特事の住人ですので、しっかり出たんですけど、3カ所目に一番最初のあの、ガチリンジの、あの、わらぶきのやつありましたよね。言うじゃいけんのか、これは。秘密の場所だったんですけど、あの、すごくたくさんいて、びっくりしたというお客さん、いらっしゃいましたよね、今日参加してらっしゃる方でも。ね、あのとにかくホタルが多い町で、あの昔はもっともっとたくさんいたんですけど、最近やっと復活してきましたので、ぜひあのご興味がありましたらですね、何かの機会にあのおいでになったらと思っています。いかん、はい、すみません、ありがとうございました。以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、あの丸本さん、本当いろんな地域で頑張っておられて、私たちあの仲間的にあの丸ちゃんって呼んでるんですけど、はい、あのすごく惚れ込んで、あの特に通われてるっていうのが本当改めて感じられて、素敵なプレゼンだったなと思いました。はい、じゃ あ, あのここからあの少しあの質問の時間を取らせていただけたらと思っております。あの今ねちょうどお話ししていただいたのが、あの特事地域でしたので、先にあのこのまま特事地域にちょっとお話聞いてみたらいいんじゃないかなと思ってます。ただ特事地域、面白そうな地域だなって思われた方いらっしゃいますか？みんな当てられるみたいになってますね。はい、そうなんですけど、はい、そうですね、あのスッて、はい、お知り合いですか？で、手を、あ、ですか？あ、じゃあ結構、じゃあ、あの、特事大好きみたいな感じですね。はい。よかったら、ちょっと、はい。お子さんで来ていただいて、はい。あの、オフと。あ、ありがとうございます。なぜ特事に行こうかなって思われたんですか？その時は。ちょっと私たちあの活動的にそういう環境のこととか、うん、そういう商品とか取り扱っていて、山口に竹の洗剤を作ってる会社さんがありまして、はい、その見学に行くのに、やっぱりその地域で泊まってみたいってことで、うん、いろいろあとは植物とか薬草とかが好きなので、うん、その検索ワードを引っ掛けたら石風呂がまずヒットして、あ、絶対じゃあ特事に行きたいってなって、特事の山根さんとかに、ま、あのなるほど、体験ワーケーションやったところの民宿の方とかも、うん、で、まるちゃんと竹田さんが、うん、あのアテンドしてくださって、うん、特事をいろいろあの竹林見に行ったり、石風呂ツアー、巨木ツアーとかもいろいろ素敵なところがあったので、ぜひ皆さんも行ってみてほしいです。素敵ですね、ありがとうありがとうございます。いや本当あの石風呂が結構特徴的ということで、すごくあの出てたと思うんですけど、まあ、現代版でいう サウナみたいなねことでだと思うんですけれども、なんか現代版自体もなんか池田さんが前12人ぐらい入れるテント持ってるんだよって前、いや私は聞いたんですけど、なんかそういうアクティビティも結構されてるんですか？はいはい、あのまあ、石風呂ってそこにあるから、うん、あっちゃんこっちゃんも行けないんですけど、実はもう一つあの特地には鯖川っていう綺麗な川があるので、うん、サウナやられる方はサウナで温まったらすぐ水に飛び込みたいっていう人がいるんです、うん、そういう時はテントサウナを、まあ、今あの地域おこし協力隊が4人入りのやつを2つとちょっと大きいの買ってくれって言われるから12人入りの買ってあげたんですよ、うん、そしたら僕のところでは全然やらんで自分で勝手にやってますけどでそれを彼が、はい、特地に住むことになって、まあ、すっごいロケーションのところを今家買ってあのプライベートビーチならのプライベートリバーそのまあかなり上の方ですけどあのダムのまた上の方で冬が心配なんですけど、そんなすっごい綺麗な滑川っていう、はい、まあ、そんなところでもやるので800年前でやったことが現代でも生かされてるっていうような町ですね。うん、はい、今の感じでもすごい若い人が行ってもすごい受け入れてくださるような、めちゃめちゃ多くてですね、はい、でも我々はとにかくその今30代の若い子たちがやってる人から言わせると、うん、ここはもう僕らおじさんが受け入れてくれるからいいって言ってくれる。行きやすそうだね、まあ、僕から言わしたらで受け入れたら逃がしてなるものかって、ね、
はい、その一体でね、対応するようにしてますけどね。はい、いや、結構ね、若い人の方が僕らよりアイデアがすごくて、いろんな新しいことを今やってるんですね。歴史を生かしてやるとか、そういう自然を生かして新しいことをやるとかいうのは、若い子でないと分かんないので、もう大歓迎ですね。なんか外から来てくださった方が意外とね、気づけるものもあったり。はいはい。よそ者、バカ者とかよく言いますけど、年寄りはそれに刺激、まあ、実は今週ずっと出張続きで、いろんなとこを見て勉強してきたんですけど、隣の彼女に連れられてですね、いろんなとこを見てまいりました。神戸の山奥は本当に山奥でしたよ。確かに、そう、神戸もね、確かになんか似てるってよく言いますよね。下に山奥とか。そこで走ってるご存知ですか？ね、神戸の。すごいんですよ、進行で。でも山なかったらもっとすごかったですけど。なんかどこでも楽しめそうですね、めっちゃ池田さんと一緒にいたら。はい。ありがとうございます。めっちゃグルメのとことか写真撮られてましたけど、いかがでしたか？なんか気になるもの。美味しそうな。はい。郷土料理っていうのが大好きなんで、なんかその地元の郷土料理とか食べれるようないろんなコンテンツがあるとなんか面白いなと思いました。はい。今回はあるんですか、そういうコンテンツは。今回、ちょうどその12月っていうのが、さっきご紹介した山の芋も、もくずがにも、ちょうど季節になるので、それを、地域の人と一緒に料理をするっていうのも、体験プログラムの中に入れようと思ってます。はい。ね、今言ったこの2つとも、お店に行っても食べられません。実は、だから僕らの仲間が、ご夫婦で作ってくれる仲間がいて、その体験プログラムの中にもう入れ込んでますので、ぜひ体験していただいたらと思います。だって、あの美味しい食材はお店では食べられないんです。我々のツアーでないと、自分で買ってきて自分で料理しなきゃいけないんです。だからすごい貴重なプログラムなんです。見た目も可愛かったですね。竹の、なんか、何飯ですか？ポンポラ飯。ポンパラ。何が入ってるんですか？お米です。あ、はい。そうですね。これはいろいろ入ってそうな。あ、そうです。地域のお野菜とかですか？そうです。そうです。炊き込みご飯が。炊き込みご飯。うん。なんかきっと、あ、いいですね。なんか香りだとか、まあいろいろね、ついてもきっと美味しそうだったですか。うん。あ、竹のカップでお酒はすごいいいですね。泊まり、あ、好きです。2泊3日ならではのね、お酒は楽しみだと思いますので、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。ありがとうございます。あとですね、最初の後の、はい、発表もいただいてたと思うんですけれども、はい。岡田さんどこに行か、あ、いらっしゃいましたね。はい、ありがとうございます。問い問いの、はい、お話もいただきましたが、こちらの地域も聞いていけたらと思います。すごいね、熱いプレゼンしていただきましたが、はい、今お話聞かれて、なんか気になることとかあったりしましたか？一番最初の、いいですかってでも。なんか質問とかありますか？子どもたちとこう交流ができるといいななんて個人的には思ったりするんですけど、いわゆる子どもたちがそのなんだろう日常的にやってる、僕田舎の出なんで、山育ちなんであれなんですけど、そのいわゆるものでゲームとかじゃなくて、ものづくりをしたりとか、なんか山から取ってきたりとかみたいな遊びとかっていうのは、この地域で、なんかこう、これは、みたいな。さっきのカニじゃないですか。僕らはアユ釣ったり、みたいなことよくやったんですけど、なんかそんなのって あるのかな、なんていうと。ありそうなんですけど、意外と言いながら子供は、やらないんですけど。正直なところ、そうなんですよ。僕らのことは、子供のことは、いかないままでも一人いたり、まあ、平気でやってたんですけど、まあ、子供がさ、子供が減りすぎて、人も減りすぎて、危ないって感じで、熊の目撃情報があったりとか、サクルが出たとかいう話になるので、もう子供たちが山に遊びに行っちゃいけないとか、僕の川で泳いだりとか、魚を取ってたりしたんですけど、泳いじゃダメとか、田舎の子供の方が、実は今、あれはダメ、これはダメ、いう時代でですね、実は
なので、逆にその、まあ、僕らはその難しいながらのことを子どもたちにやっぱ知ってもらいたいので、さっきの対象を映ってたような、出てた苗を植えたりとか、そういうことも子どもたちに体験させたり、ワラルマを使ったりとか、締め方には子どもたちがポジションに流って作ったりとか、まあ、そういう機会をそういうのを作りながら、本当は秘密基地を山にね、自分たちで作って、僕らの子どもっていうのもやってましたけど、あの親に見られちゃいけないものを隠したいというんですけど、今のこともそれができないんで、本当かわいそうだなと思って、もう友達に家遊びに行くのも、お母さんが今まで連れてってあげないと、遊びに行けないという、実は認証です。だから、なんとか、その辺もさっき、あの高齢者の免許返納の課題もありましたけど、実はそれと同じように、子供も自由に地域の中を自分で動けなくなっちゃって、友達のところに遊びに行くのすら、親の手で借りたい。だから、まあ、その辺は子供が自力でできるようにっていうのが今課題の一つとしてやってます。はい、なんかそんな感じなんですいません。あのやってますよって言いたいところですけど、ただ、来ていただければですね、ぜひ子供たちと一緒になんか、お仕事するとか、あのそういう場で、あの地域のいろんなお祭りがまだ残ってて、実は、僕がいろいろ関わっている子どもたちはお祭りの手伝いとかはすごく積極的にやります。で、中学生ぐらいになると裏方ですよね。であのもうテントを設営したりゴミを集めたりとか、そういうことを中学生に経験させるんですよ。で、なんでかっていうと、彼らがやっぱり地域を離れて多分どっかよそへ行きますよね。で、大学生とかなってどっかのイベントに行った時に平気でゴミを捨てるような人間にはなってほしくないな。だから運営側の大変さをやっぱり体験すると、やっぱりそういうことも相手のことを思いやるっていうことも変わってくるので、そういう体験は子どもたちに今すごい積極的にやらせたりしてます。なのでぜひそういうところも、一緒に体験していただいたらというふうに思います。はい、ありがとうございます。結構アポー地域、あの若いなんか農業者さんも多いみたいなイメージがちょっとありまして、移住者さんとかも結構いらっしゃるんですかね。そうですね、結構移住者さんもおられて、まあ、農業で就農される方多いんですけど、就農じゃなくて、あの本当大阪から IT 系の社長さんが10年ぐらい前に入ってきて地域課題解決したりとか、 U ターンでゲストハウスやってる女性がいたりとか、そういう方も多いですし、あの、まあ、農業やってる方はトマトを作られたりとかね、あのやっぱり食べていける農業って結構限定されるので、なかなかね、新規就農で来たけど食べれないからってなっちゃうとそこに住めないので、その辺はすごいやっぱ結構シビアなんですけど、今若い方たちも酪農というか、あの乳牛のね、和牛のとことかも若い方が入られたりとかして、少しずつですけど、そうやって本当に昔の方たちが大切に守ってきた農業という、ものをですね、若い人たちが少しですけど、受け継ぎながら、で僕らもなんとかそのノウハウ、地域にやっぱ残ってきた大切なノウハウが途絶えないように、やっぱりすぐ受け継ぐ人がいなかったとしても、一旦地域でそれを預かってやりたい方にちゃんとつなげれるような、そういう仕組みも今作らなきゃいけないなということで、なんとか、この本当に日本っていうね、国が世界から称賛されるのは多分この里山の本当自然とか、豊かなこの緑だと思うので、水もきれいだし、これをなんとか守っていきたいなと、で次の世代の子どもたちにつなげたいなと思って、移住者の方も、もともと住んでた方も一緒になって、今地域をなんとかつないでいこうとしています。ありがとうございます。こちらのアトーエリアはですね、10月中旬から11月頃ということで、めっちゃ今のところはアバウトに書いていただいてると思いますけど、今日また皆さんとお話ししたりして、はい、そうなんですよ、どのぐらいなら来れますかみたいな話もできる。これ、はい、僕たちが、まあ、これはいいですよって準備したものが必ずしもやりたいこと、うん、今本当子どものと一緒にみたいな、うん、できれば今日後ほどでもいいの で、ね、こんなことできないんですかとか、うん、こんなことやりたいっていうのを言っていただけましたら、それをもとに本当により皆さんが、うん、行ってよかったな、来てよかったなと思ってもらえるし、うん、地元の方たちもぜひ皆さんと関わることで元気になる、笑顔になれるようなプログラムを準備したいと思いますので、うん、そういう期待のないご意見を後ほどでもいただけたらと思います。はい、ありがとうございます。チャットの方は何か来てたりしますか？大丈夫ですかね？コメントがちらほらと、はい、ありがとうございます。
ご紹介はなくても大丈夫ですか？はい。ああ、はい。ありがとうございます。今日はオンラインの皆さんもありがとうございます。ですね、体験プログラムそれぞれ、あとエリアがさっきお伝えしたような、10月中旬から11月頃ということと、特次がですね、12月1日から3日ということで書いていただいておりますので、ぜひぜひ現地にも来ていただけたらと思います。じゃあ、早速ですけど、スタッフの方からですね、はい。コメントをいただきたいと思います。コメント、スタッフのコメントじゃないですか。私からのはい、そうですね。いただいたコメント。せっかくいただいているので。はい。はい、まず、加藤地区 の、 発表の時にですね、いただいたコメントですけれども、今日、まさにのトイトイで買い物してました。おぉ、はい、今日から地服では、稲から始まりましたよ、とですね。うん、はい、そんなローカルネタが飛び込んでおります。はい。はい、で、その後ですね、いろいろ来てはいるんですけども、そう、中国出身の方で今山口に住んでいますと、うん、はい、山口市の阿藤と徳地両方大好きです、うん、心を和む里毎回癒されます。お祭りも大好き、うん、阿藤のお祭りに行った時野菜と果物いっぱい爆買いして満足で帰宅してますと、はい、満喫してますね。満喫されている、はい、あとはそうですね、友人のチェーンソーアートの世界チャンピオンの方も防府市から阿藤の地服への移住者ですよと。ああ、そうなんですね。はい。うん。あ、下松サービスエリアにあるあれ、アートのあの方ですね、きっと。めっちゃ素敵なのがあるんですよ。ぜひぜひ見ていただきたい。はい、そうですね。夢回廊の宝の宝船を作られた。夢回廊で。なるほど。なんかいろんな多彩な方が移り住まれているということで、はい。阿藤地域と、徳地ということで、今日ご紹介をさせていただきました。ということで、一旦ですね、こちらの質問タイムは以上とさせていただきます。まずは今日来ていただきました2つの地域の皆さんに拍手でお礼を言いたいと思います。ありがとうございます。